にはおよそ100台の車が残されています。おととい土曜日の午前から雪による車の事故やスタックで一時1500台が立ち往生しました。昨日の夜9時ぐらいからおるし、何時間や ?16 時間もうずっとおるし、もうどうにも OK ですね。早く帰りたいです。昨日から災害派遣要請を受けた自衛隊が救助に入りました。断続的に降り続く雪、自衛隊が一台一台に声をかけて回ります。夜通しで続いたという救助活動、今朝自衛隊は食料を配って回りました。午後3時現在、76台の車が立ち往生していて、全面的な解消がいつになるか目処は立っていません。しょうがないね、私らの力じゃどれもできんし。また北陸自動車道と並行する国道8号線でも一部通行止めにして集中的に除雪作業が行われていて、渋滞が続いています。富山県南砺市の東海北陸自動車道でもおとといの午後から立ち往生が続き、一時は200台以上の車が動けなくなりました。こちらも昨日から自衛隊などが救助を開始。一台ずつ誘導し救助、ドライバーからは安堵の表情も。今日も富山県内では雪が降り、東海北陸自動車道、北陸自動車道などで一部通行止めとなっています。